はい、皆さんこんにちは、フラワーティスシンです。今日はね、このドラゴン柳という柳を使ったちょっと大きめのアレンジメントの作り方を皆さんに紹介したいと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、まずこのドラゴン柳を刺していきます。まあこう大きさ全体のね、こう大きさを決めていくんですけど、まあ、このままドンと入れたらすっごい大きい、ものになりますけど、まあそれはね、こう刺すシチュエーションの場所、シチュエーションの場所っていうか、シチュエーションに合わせて大きさは決めていけばいいんです。あんまり大きすぎてもね、こう散漫になる場合もありますし、まあ、大きいところに小さく行ってても効果があまりないので、ちょうどいいところを狙っていきましょう。でまずは、まあ、今回はね、まあ、このぐらいのサイズでちょっと先をワーキングしたいと思いますので、このぐらいのサイズで決めていきます。こういう風に刺しますね。はい、で次に2本目は、まあこれね、ちょっと枝取りって言うんですけど、少しこう、まあもう一本大きければドンといっちゃってもいいんですけど、ちょっとこう切り分けて、今回は3分割にしたいと思いますね。こういう風に3分割にして刺していきます。まあ、これ枝取りというテクニックで、枝の中からね、どういうふうにこう一本の枝の中からどの部分をこう切り取って使っていくかっていうテクニックなんですけど、これいけばなのテクニックで、Nフラワーはまあいけばなのテクニックをたくさんこうフラワーアレンジメントに、取り込んだジャパニーズスタイルのフラワーデザインなので、こういうテクニックをたくさんこう、何やってるかは、これからいきます。枝取りはこう、いけばなから発祥してるテクニックなんですけど、まあ、Nフラワーはね、こう僕がこういけばなの良いところとフラワーデザインの良いところをこう合併して、ね、合わせて作った。もう一回いきます。はい、枝取りは Nフラワーのスーパーテクニックです。なので Nフラワーのこうサイトをね、ご覧いただければ、その中でこう詳しいやり方が出てますので、ぜひご覧ください。これね、2分割だったんですけど、ちょっと刺してみたら、もう1個切り分けます。このぐらいにします。はい。この枝を刺していく方法の時に、まあ、さっき言った枝取りっていう方法で、ちゃんとこう全部ピシッと枝を切り揃えてビシッとアレンジしていくパターンと、こうバサッと入れといて、ここからこう組み込んでいくパターンってあるんですね。今回はこのドラゴン柳とかは、まあ、ラインを追っていってもいいんですけど、ラインを追うとすごい細い作品になってしまうんです。ただまあ、そのシチュエーションっていうか、その作る作品によって、これは使い分けてほしいんですけれども、細いものを、もちろんドラゴン柳でも細い線を追っていく場合もいっぱいあります。ただこうドンとしたインパクトをつけたい場合は、そういう方法だとこうインパクトにちょっと欠けてしまうので、まあ、今日やるこっちの方法を使っていくとインパクトが出ます。
で、ここでこういう線をこういうところにこれ先っぽを少しこう結び込んでいます。ワイヤーで止めてもいいんですけど、ワイヤーない場合はドラゴンなんかの場合はもう線をこう結び込んでいけばもうそれで十分できてしまうので、こういうふうになっていきます。はい、このように変化をしました、ここから次の飾りを入れていきます。少しこのように形に変化をつけたモンステラ、丸いまんまドカンと入れちゃうとちょっと印象がモンステラに持っていかれてしまうので、形を変化させていきます。次にこのフロリダじゃなくて、次にソングオブインディアを入れていきます。そしたらここでピンクッションを入れていきますね。はい、ピンクッションが入りました。で、最後にこのリモニウムで少しこう色付けをしていきます。はい、こちらで完成です、ではね、正面から見てみましょう。はい、こちらの作品はいかがだったでしょうか。今回はこのドラゴン柳のこのワーキングですね、これが全ての決め手となっております。先にそれを作ることで中にいる花をね、こうなんか省略できるというか、先にアレンジメント作ってドラゴンアートから入れるよりは、先にドラゴンのフレーム作っておいて中に入れ込んでいった方が、お花の花材的には、少なく済みます。なのでその時の状況によってね、使い分けるといいと思います。もちろんね、ドラゴンに先にフレーム作らなくてもアレンジメントを優先させて、その後にドラゴンのアクセントラインを入れていくという方法もありますから、そのあたりはその作品によって使い分けるといいと思います。はい、
ではですね、今日はこちらのドラゴンのワーキングのやり方でした。また次回お会いしましょう。See you next time.